次にヨーグルトくらいの硬さを作ってみましょう。硬さのポイントはスプーンを傾けるとポタッと落ちるくらいの硬さです。少し白湯を足します。ある程度すりつぶしたら硬さを確認してみましょう。もう少し白湯を加えて伸ばします。もう一度硬さを確認してみます。もう少しだけ白湯を加えます。硬さを確認してみます。ポテッと落ちるぐらいの硬さになりましたので、これでヨーグルトくらいの硬さの出来上がりです。